ではですね、今回は、まあ、ラバールということで、まあ私の中でもですね、なかなかこれは思い出深い旅だったんですけれども、まあ遠いしお金もかかるのでですね、まあ一人でね、この旅ちょっと急遽友人が行けなくなっていくことになったんですけど、まあ、パプアニューギニアというのはですね、ラスカルという強盗団がいてですね、まあ結論から言うとラバウルは基本的に安全でね。まあ、セキュリティのね、車とかもつけたり、というか、ついてたんですけれども。まあ、ポートモレスビーは危ないけれども、ラバウルはまあ比較的ね、まあ、欧米人とかも観光したり、安全な場所なのかなと思います。ではですね、紹介していきたいと思います。で、まあ、今回ですね、ココッポに宿を取っていてですね、ラバウルへ向かっています。ラバウルはですね、その火山の戦後にですね、噴火が起きてですね、まあ、町自体がこう灰に埋もれてしまって、ココポにですね、まあ、集団移転というかですね、みんな移転してるので、あまりラバウルに住んでる人はいないですね、今ね。で、まあ、場所はどこかというとですね、まあ、ラバウルはパプアニューギニアですね、ラバウル航空隊とかですね、サラバ、ラバ、サラバ、ラバウルヨーの、有名な歌なんですね。ここですね。で、ここはですね、まあ、占領された、最終的に、占領とか上陸はなかったんですけれども、まあ、空襲とかね。まあ、ここは結構一大拠点だったので、連合軍もね、避けてね、フィリピンの方とかね、まあ、マリアナ諸島とかね、行ったんで、空襲ですね。ただ、まあ、その分ですね、まあ、洞窟とかも多いんですけれども、結構綺麗なことだと思います。で、ここは、有名な花吹山ですね。で、今、空港がですね、こっちの方にあって、まあ、日本軍の空港何箇所ここはあったんですけれども、今、ココポからね、こうやって車で行くんですけど、1時間ちょっとぐらいですかね、距離的にはそんな遠くないと思うんですけれども、まあ、道の状態とかね、悪くて、ちょっと時間かかるような状況ですね。まあ、南の島行くとね、そういった状況ありますね。で、まあ、だんだんとですね、こうやってね、道がね、悪くなっていくんですけれども。まあ、4WD みたいなね、車で行くんですけど、結構慎重にね、まあ、通ってて、こんな感じで行きますね。で、ここはですね、38師団司令部跡でですね、まあ、建物とかはね、あんま残ってなくてですね。まあ、こうやって現地の方がね、まあ、今、貴重なね、観光収入でね、現金収入になってるので、まあ、日本人とかね、まあ、アメリカ人とか、まあ、オーストラリア人が多いですかね。観光で行ってね、お金を落とすのはね、まあ、いいことなのかなと思います。で、こういうですね、まあ、お金を払う、まあ、今回はですね、すべてガイドを含んでですね、宿と、まあ、ココポの1日、半日観光ですかね、ドラボールの1日観光と、ついて10万円ぐらいですかね。それプラス飛行機と、いった状況ですね。まあ、PNG ツアーとかもありますし、JICA の方とかがやってるようなね、手配もあるみたいですし、私はペリカントラベルを通じてね、申し込むと安かったんでね。まあ、そこからね、申し込みました。で、結構ですね、この号がですね、綺麗に残ってるんですね。これ言ってもらえればね、わかると思うんですけど、なかなかこう階段とかも残っててね、すごいですね。で、このね、現地の方がね、案内、家族でね、案内してくれるんで、非常になんかこうピクニックというかね、まあ半分探検みたいなね、ピクニックしながら探検みたいな感じで、まあ、ちょっと面白いですね。子供やっぱ可愛いですね。なのでちょっとね、お菓子とかね、まあ、日本のハイチュウとかがね、人気だと思うんですけどね、そういうの持ってたらよかったなと思って、まあ次回からね、持ってくようにしてるんですけれども。ちょっとね、配りお菓子とかね、持ってたらいいかなと思います。それもね、教えてもらって、まあそういうふうにしてるんで、ね、まあ私も情報提供していきたいと思います。で、この塀の中なんですけれども、まあちょっとね、対戦車地雷とかね、まあいろんなものが残ってて、まあ触ったら危ないと思うんですけれども、まあ見る分にはね、まあ安全には見れると思うので、触らない方がいいと思うんで。ね、まあ、見て、こういうものでね、戦おうとしてたんだっていうのをね、
分かってもらえればいいのかなと思います。で、これもね、こういう狭い道をね、子供が案内してくれて抜けていくんですけれども、楽しい時間ですね。現地のね、子供はこう、無邪気で可愛いですね。で、ここがですね、こう、監視所に出るんですけれども、ここね、丸くくるる、くるってなって、スパイウォッチみたいなね。なんかまあ、そんなこと言ってましたけど、そうですね、ガイドさんはちょっとやっぱり、英語しか喋れないので、私もね、まあ、あんまり、もう普通の会話ぐらいしかできないんですけど、まあ、英語でね、コミュニケーション取ってきましたね。で、こういうですね、潜水艦基地に北の方に行くと、行くんですけれども、まあ、こういう建物が残ってたりです。まあ、砲台もありますね。ちょっとね、もう、こう、落書きというかね、ペイントされたりしてるんですけどね。結構ね、このね、付属施設もですね、こうやって残っててですね、ここも入れたりですね、この下もなんか地下に階段が繋がってたりとかですね。結構、建物を見るだけでもね、面白いというかね、歴史をね、感じることができると思います。で、階段沿いに行くとですね、ここにこう陣地みたいのがあってですね、まあ入っていくんですけれども、なんかこの辺に潜水艦を止めたとこだな、止めてないとかね、ちょっとね、詳細はわからないんですけれども、まあ、ジャパニーズサブマリンベースとね、呼ばれてる場所になります。で、入るとですね、結構奥も深くてですね、まあこっちがね、先ほどのところなんですけど、こういった場所になりますね。で、ここがですね、この丘のね、山の上なんで、から、神父村湾をね、見下ろせると、これは花吹山ですね。ここら辺にね、飛行場があってね、もう今ちょっと自然に帰りつつ、火山灰がね、埋まって自然に帰りつつあるんですけれども。ここが火山観測所ですかね。まあ、景色のいいところで、まあ、ここもね、定番コースかなと思います。で、ここら辺にですね、あの船のですね、沈んだ船がなんかこう、桟橋になってるような場所があるので、そこも行ったりですね、ここら辺がラバウルホテルですかね。で、こっちの方が、サブマリンベースですかね。まあ、景色のいい場所ですね。ちょっと天気悪かったですね。動画もあるので、ちょっと紹介したいと思います。南の島に行ったからといって天気が必ずいいわけでもないし、結構悪いこともありますしね、海がね、綺麗なわけでもないですし、まあ場所によりきりですね。まあ、こんなんでね、ここがなんかその沈んだ船を利用した桟橋かなんかとか、まあ言われてるような場所で行ったと思うんですけれども、まあね、現地行ったらね、いろいろ見て回れると思うんで、まあ、ガイドさんつけてね、ぜひ行ってもらいたいと思います。まあ、ここら辺にね、クルーズ船とかね、なんかそういうので来たりする人もいるようなのでね、そういうのもね、お金持ちの人はいいのかなと思いますね。で、ラバウルホテルでね、まあ昼食取ったんですけれども、まあ美味しくてですね、非常に衛生的でですね、まあ安心して食べれましたね。まあここもですね、その定番コースで行くかもしれないので。で、その博物館がこの近くにあってですね、もう目と鼻の先なんですけど、ここね、経線所みたいなのがあったりとかね。で、ここに博物館があって、まあ、ここの裏に山本バンカーがあるんですね。これゼロ戦の残骸かなんかでですね。まあ、ニューギニアクラブってなんか白人のね、社交場みたいなのが昔あったようで、まあ、それがね、なんかこう再建されて残ってるんですけども。まあ、これはね、パプアの伝統的なものですね。まあ、ね、こういうお土産とかもね、可愛いというかね。パプアの人、本当のなんかみんなニコニコしててですね、こう、道路ですれ違うと、丸みたいなね、合図を送り合ったりとかですね。ちょっといい場所ですね。なんか人間味あふれるというか、結構気に入れられる方はね、いらっしゃるのかなと思います。で、これが山本バンカーで、まあ普段鍵かかってるので、こういうね、ガイドじゃないといけないと思うんですけれども、まあ、このね、海岸のマークみたいなのがあったりとかしてね。落書きというか、まあ、絵が描かれて、ここから入ってくる。こういう右側に入ってくる状況ですね。で、これがですね、
ここが、まあ、中心かラバウルかなんかでですね、まあ、地図が書かれてるんですね。ちょっとどこかどこかは、この地図で見ても、ちょっとわからないんでね。ですけど、まあ、こうやってね、当時ね、天井を見ながらね、会議してたのかなとかね。いや、山本バンカーって言いますけれども、ここはですね、山本五十六がブーゲンビルで撃墜される前にですね、滞在してたところで、まあ、もともとね、その海軍のね、司令部号みたいなのがあってね。まあ、それで山本五十六の印象が強くて、山本バンカーって言われてるようですね。ちょっとですね、ここもね、浸水しててですね、奥まで行けなかったんですけど。まあ、時期によるのかもしれないですけどね。雨とか降るとこうなってしまうのかもしれないですね。まあ、長靴持ってけば入れるんでしょうけど、ちょっと当時持ってなかったんで、まあ、無理せず、また来ればいいかっていうぐらいの気持ちですけど、簡単に行けない場所ですね。で、先ほどのね、山本バンカーのね、上部がね、こういう状態でですね。まあね、今は花とかね、咲いてて草木に埋もれてね、自然に帰りつつありますね。で、ここはまあ日本のですね、慰霊碑があって、綺麗に整備されてるんですけれども、まあ現地の人もね、綺麗にね、整備してくれてて、ここに、ここが、ラバルですかね、なんかちょっと、こういうね、アート的なね、ものになってて。これ地図になってますね。こちらそのものですね。で、まあ、花吹山はね、ラバウル温泉と言われてて、観光地になっててですね。ちょっと現地の人とかもね、多くてびっくりしたんですけど、ほとんどね、現地の人にあんまりマーケットとか行かないとね、ココポのマーケットとかで会うんですけど、まあ、道端にいる、歩いてる人がいますけど、あんまり会わなくて、ここに人がいっぱいいてね、びっくりしましたね。なんかまあお金もかかるみたいでですね。まあ実を言うとここで私はちょっとぼったくられたというかですね、そのガイドみたいな人にお金をね、まあガイドさんもちろんつけて行ってるんですけど、なんか途中でガイドが行動して代わりに金くれよみたいなことを、でまあね、大した金でもなかったんで、まあ払ってしまったんですけれども、まあ、ノブレースオブリージュというかね、まあお金持ってる人はね、まあ向こうの人から見ればね、私はお金使うのはね、義務というかね、それぐらいの気持ちでいればいいのかなとは思いますけど。まあでもただね、案内してくれましたしね、ちゃんとね。そのなんか僕がよろけそうになったらちゃんとこっちだよとかね、支えてくれたりとかね。まあ基本的にいい人なんですけど、なんか3人ぐらいついてきてですね。まあ3人は必要なかったのかなと思いますけど。まあ後でその人はね、1人が想像するんで、あと紹介したいと思います。これが花吹山ですね。まあ、今この時は煙出てないですけどね。で、ここがね、もうね、もくもくしててですね。海に流れ注いでるというかね。まあまあ、そういうのでね、危ないんでね、ガイドさんというかね、ちゃんとついてくれて、こっち危ないよ、こっちだよとかね。あの丘登るかとかね。いや、ちょっと大変そうだからやめとくとか、まあそんなのあったんですけど。ちょっと動画でね、あるんで紹介したいと思います。まあ見ての通りね、もうもくもくしててね、まだ火山というかね、すごいですよね。まあ行ってみるのはいいと思うんですけど、まあね、そういうぼったくりとかね、合わないようにね、気をつけてくださいね。で、まあこれをね、その勝手についてくるガイドの一人なんですけど、この石をお土産に持ってくか、みたいなね。いや、さすがに持ってかねえだろう、持って帰らないだろうと思うんですけど、彼は本気で多分売りつけようとしてましたね。いくらなのか知りませんけど。どうやって持って帰るのか、持って帰れるのかもしれませんけど。まあでも、現地の人がですね、この塚作りのね、卵というのを、まあ温泉で茹でててですね。まあちょっと、私海外でもですね、衛生的なものは結構気をつけてて、必ず火の通ったものとかね、食べるようにしてるんですけど。まあ大丈夫かなと思ったんですけれどもね。まあ、しょうがないだろうと思って。まあ、帰る前の日ぐらいだったんでね。まあ、最悪、なんとかなるなと思ってね。食べたんですけど。これ、イッテQでね、芋とかここに行った時、やっぱり同じの食べてましたね。まあ、確かに味は美味しいんですけど、
まあ、経験としてね、食べてみるのは、いいかなと思いますけど、まあ、不安な人とかね、ちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。ただ、まあ、現地の人が一生懸命なんか茹でてね、やってるんでね、まあ、買ってあげようかなぐらいの気持ちでね、買ったんでね、まあ、いいのかなと思いますね。で、このブナカナウ飛行場跡って、まあ、もう、ほぼですね、何もないんですけれども、一応ね、そのなんかコースの定番コースで走ってくるみたいなんでね、一生懸命ドライバーがね、この草むらの中走ってくれたんで、ちょっと動画紹介したいと思います。これは滑走路跡ですね。こんな感じで進んでいくんですが、まあ、当時のね、ちょっとね、思いを馳せるとかね、そういう意味ではね、いいのかもしれないですね。で、ホテルに戻ってですね、まあ、ステーキとかも食べてですね、まあ、これ結構美味しかったんで、ですけど、まあ、ホテルとかだと、まあ、部屋もね、普通に綺麗ですしね、まあ、すごく快適に過ごせるんで、で、まあ、このガイドさんもですね、近くのスーパーやってくれたりとかですね。マーケット連れてってくれたりとかですね。ビール勧められたりですね。まあ買ってったんで。で、ここもなんかローカルの人もね、結構泊まってて、結構、言葉全然何言ってるかわかんないんですけど、挨拶したりとかですね。楽しかったですね。まあホテルの人は英語とか喋れるんでね。で、この系列のホテルもあるんですけど、そっち行くとですね、なんか日本に留学してた女性のね、ウェイトレスの方とか行ってね、日本語でちょっと話しかけられたりしてね、ちょっと落ち着くというかね、安心しましたね。で、帰りのですね、この飛行機からですね、まあ、街中見渡せ、こっちがラバールですね。で、これが花吹山。こっちがね、空港があって、ここが今の街並み、ココッポになってるんですけど。まあ、こっちにもね、戦跡とか結構あるんでね、飛行場もあったんで、まあ、その、壕とかね、まあ、そういうのもあるんで、まあ、いずれね、紹介したいと思いますけど、こうやってこっちからね、ぐるっと回っていくと、ラバウルになります。まあ、パプアはですね、基本的に人が良くてですね、いい場所でしたね。ただやっぱ、首都がね、ちょっと怖いんでね、そこら辺は、ちゃんとガイドさんとかね、ツアー会社通して申し込んでね、安全に、行ったらいいと思います。あと、マラリアですね。マラリアが危険なので、やっぱりですね、その、ディートが含まれてるですね、その、蚊よけのスプレー、虫よけスプレーですね。をして、まあ、こまめにね、行って、その、長袖長ズボンとかでですね、なるべく対策していった方が、まあ、精神的にね、楽かなと思いますので、まあ、そういう楽しさも味わいながら、安全にね、行ってもらいたいと思います。じゃあ以上でラバールになります。ありがとうございました。